月の大衆の礼拝は、このカテキズムのこの箇所をしております、えー、ちょうどあの実会がですねあの、ちょうど今の箇所でございますので、えー、今日はこの実会のことをですね、えー、皆さんと一緒に学び、また神様のメッセージをお聞きしたいと思います。 えー、キリスト教会では、ですね3つの文章を、まあ、ある意味では大事にしてきた歴史がございます。えー、と三葉門という言い方、ちょっとまあ古い、明治からの古い言葉で、えー、三というのは1、2、3の3ですね、要というのはあの要、あの必要の要ですね、門というのはあの文章の文ですね、それをまあ三葉門という言い方。最近 まあ、ほとんどしないし、まあ、聞かないと思うんですが何かというともうすでに皆さんその2つはなさった1つは「主の祈り」でもう1つは「朱と信条」ですねで3番目がこの「実会」なんでありますで皆さんお気づきのようにこの「三葉門」っていって3つの文章がキリスト教会にとって大事ですよっていうのは確かにそうだなと思われると思うんですね そして、三番目の、この、実会に関して、今日は、あの、講読文で、あの、皆さんで一緒に講読いたしましたが、例えば、礼拝の中で、実会を、の言葉をですね、まあ、ある意味だと、まあ、一緒に昭和する、声を合わせて読むということが、やっぱり少なくなっていることは現実なんでありますね。まあ、そのことが、やはり、まあ、 教会のクリスチャンの弱さにつながっていると指摘している方もおりますがまあ確かにそうかなとやっぱ実会というのはやっぱ私たちの信仰にとって背骨の部分でありますのでの一つですよね3つの文章の一つですからやはりそのことが弱くなっているということはまあ当然背骨が弱くなっているのでどうもこうひ弱なクリスチャン 弱な教会に、まあ、なりやすい、やっとしたらなっちゃってるかな、まあ、そういう意味で、実会をもう一度きちっとこう、まあ、学び直す、また自分のものとするということがあの大事なのではないかということでございます。で、そういう中でちょうどカテキズムが取り上げておりますので、今日は取り上げたという次第なんでありますが、えー、実会というと、 パッと思うことは、まず映画ですよね。あの、ちょっと年配の方はもう分かりますよね。実会という映画、チャールトン・ヘストンがですね、まあ、猛瀬になったあの壮大なですね、えー、映画がございます。あとは実会っていう言葉は、やはりですね、クリスチャン以外の方でも、まあ、知ってる、聞いてる言葉だと思いますね。で、その時に、この会ですから、戒めですから、 他の宗教にも戒めってあるので、ああ、そうかそうか。それは、まあ、キリスト教のね、戒めか。まあ、ユダヤ教の戒めか。戒めっていうのは、えー、宗教的な戒律、戒め、決まりですから、要は守らなきゃいけないわけですね。大事ですね。誰も、なんだ、つまんない、くだらんことだなと思わないわけです。 信仰を持ってない方でも、まあ少なくとも一目置く。まあこれは確かにそうだよねっていうのがやっぱり、どの宗教も、やっぱその今しめという部分あると思うんですね。で、それのまあキリスト教版とするならば、えっ、ー、と、今しめを守るですから、実戒を守る。ああ、そっかっていう話になるわけですね。でも今日の説教題は、実戒を守るではなくて、 実に生きるとといたたたしししままここの理由は今申し上げたことであります守るキリスト教の戒律かいやこんなの無理だとかね標準が高いとかいや守れたとかまあそんな話ですねまあそういう論議に終わってしまうこととやっぱそうではないとこの生きる実界に生きるということがこの現代 私たちのですね、クリスチャンのやっぱり大事なことだ。旧約聖書の出エジプト日記に書いてあるある意味では古い文章ですよね。まあ古くさいね、そういう昔からある古い聖書の決まりかっていうんじゃなくて、それをこう生きていくっていうのが、まあ非常に大事なポイントになるわけですね。で、そのことを、えー、っと、今日は3つ、 に分けていたたししましたこれはですね、いわゆるカテキズムの扱い方なんですね。えー、一つは、えーっとまあ、カテキズムでいうと17番になりますが、実会が与えられた戦いきが出てきます。で、18番があの実会の内容ですね、10個ありますよね、その内容です。それで、えーっと、19番が、 実会の中心点は何ですかって言ってこれがいわゆる実会に生きる今新約時代また現代に生きる私たちが実会をどういうふうにこう捉え生きてるのかそれは何よりもこのイエス・キリストがまあ立法をまあ短く言うならば実会を二つの言葉にまとめたんですねそのまあスピリットそのまあ信仰に 生きてい,くっていうのが、まあ今日のこの説教のポイントになるわけでございます。で、一つはですね、えーっとまあ、実会が与えられた経緯ということでありまして、これはあのカテキズムの、えー、解説の見言葉ばにもありますが、えー、開ける方は、出エジプト記の20章、ちょうど実会の箇所でございますが。 まあ開いていただきたいと思いますが、旧約聖書の百二ページです。旧約聖書の百二ページ、出エジプト記の二十章の一節から十七節にあの実解が書かれております。十個ありますよね。ですから実解と言い,いまして、まあ十の。 まあ日本語で言うと自由の戒めになりますが実は全文が大事なんですね10個ある項目の前に何が書いてあるかっていうと2節からなんですね「あなたは私はあなたの神主であってあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものであるあなたは私のほかに何者も神としてはならない」読んでしまいましたけど2節なんです つまりこの実戒を与えられた神がどういう神であり、そしてその神と実戒に生きる、まあ、この先民、ユダヤ人との関係を、ここで短くも最初に神様は言われたわけですよね。これが大事なんです。この一番最初のこの文章を抜きにして、 3節の盆と、あなたは私のほかに何者を神としてはならないっていう、ここにポンと入っちゃうと、まあ、いわゆる戒律になっちゃうんですね、10個の決まり、あ,あそっか、神様が言われた10個の決まりを守るんだ、いやいや、その前に、実戒を与えられた神様がどういう神様であり、そして神様とあなたとの関係がどういう関係かっていうことを、神様はこの言葉でおっしゃった。 ああなたの神主であるでるすね私はあなたの神なんだと神様の方が言うわけですね私たちの方が「神様あなたは私の神様になってくださいますか」って頼んじゃうんじゃなくて神様の方が「私はあなたの神主だ」でどうしてっていうとあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出した神つまり救いですよね。 でこの救いというのは、これはある意味では現実の救いだったわけです。歴史の中にある現実の旧約聖書の歴史の救いですよね。先ほど申し上げた「実界」という映画にも現れてますよね。まあ、長く話すとそれだけで時間なくなりますけども、出エジプトをしていった、ね、柱とカモイに。 羊の血を塗ってそしてイスラエルの民が脱出していったまさに出エジプトですよねエジプトの人たちは国は大混乱に陥った神の裁き,裁きとしてあの,自由の災いが起こったというねこれはもう旧約聖書に書いてあるあの出来事ですねそういう中で脱出していったあそしてあの公開あの実界の映画の 最大のシーンですよね。あの海が割れてですね。わあですね。そしてあのモセをはじめとしたイスラエル民族が渡っていって、そしてあのシナイ半島ですね。シナイ半島に渡って、そしてそれでぐるっとこうなって、そして神様の約束された地カナンに入っていくというそこなんでありますね。そしてちょうど今申し上げたあその。えー 市内半島を渡っていくその途中で途中で神様がこの実会をここで与えられたということになるわけですですから実会っていうのは宗教的な戒律規則ではないその前に神の驚くべき救いがあるということなんですですから 私たち、戒律というと、一生懸命ちゃんと守って、立派になって、神様から認められて救われた、じゃあ、実会もまた、もっと広く言うと、立法も同じでしょうと、ね、やっぱりちゃんと、ね、きちっと神様を信じて、真面目になって、罪を犯さないで、いい人になったら、神様は救ってくれる、それが実会でしょう、でも歴史的には違うわけですね。 ですから、この実会が与えられた経緯っていうのが非常に大事である、そしてそのことが、この実会の一番最初の神様のこの自己紹介のお言葉の中に、端的に現れているということになるわけです。つまり、救ってくださった神様を信頼するということですね、救ってくださった神様を信じるということなんです。 ですからその、救ってくださったということがなかったらまさに規則になっちゃうわけですよね。確かに、ね、そうだよ、よそう思うよ悪いことじゃないしそれはそうですよねでもなんかこう、なんかこうひ、まあ、人事というかですねそんな感じですよねいや無理、無理そんなこんな理想が高いのはもう所詮人間は無理とかね。 いいやいや少なくとも私は私は無理っていう話になるわけでありましてあそっかいいこと言ってるよねでもねってこんな感じになっちゃうわけですねそうではないわけです。神様によって救われたじゃあ救ってくださった神様を信じる私がどうやって生きていったらいいのというこのいわゆる生活指針神経 のあり方なんですこれが実会なんですですすからまあ実会っていうのは非常に現実的なことになりますよねで立法もそうですね社会立法といいまして非常に現実的なこと経済活動とかまたあのなんか土地の分配とかねなんかいろいろ、まあ、いわゆる現代でいう刑法民法そういうものまでもぐっとこう入ってくるわけですね。 つまり生活なんでありますねどっかの宗教的な場所行ってそこでなんか戒律守るとかね修行するとか、まあ、それちゃんとしないと救われないっていうようなことが実会また立法ではないということになりますそしてイスラエル民族がこれからこの荒野の旅をして神様の約束された地ちに入っていく時に まあ民族としてこうある意味ではこう成長し大きくなっていくときにやっぱり非常に大事ななんですかね教育になるわけですねこの立法っていうのがそしてまあ,ある意味では大人になり大きくなっていくというそういう,こう意味合いもあるわけでございますまあ少し前に あのアイデンティティっていうです、ね、言葉がはやりましたよね、えー、自己同一性つまり自分自分自身の存在価値自分が自分であることじゃあ自分って何,何者なの自分と他の人がもし違うですねたった一人の自分大切な自分というんだったらその自分の存在価値って何なの って言ったににやっぱりこの実感になるわけです私はこのように生きている私の信じる神様はこういう神様そしてその神様がこのように私に生きるように示してくださっているこれが私のアイデンティティまあ存在価値ということが言えるわけですね決して外側のファッションや趣味や生活スタイルや髪型 まあ、そ,れなそういうことでですね私の存在価値ってこうですよっていうわけで非常にこう自分の人格にこう深く入るあるいはこう信仰のですね非常に大事な部分それがこう実会ということになるわけですねそして、えー、と2番目はこの実会の内容が塾、えー、あるわけですで本来であれば一つ一つ礼拝で取り上げて とといいうことが大事だと思いますねでど,どこかでまた、うん、まあしたいなと思っておりますが今日はこの10回の内容もですねちょっと短くというか皆さんで一緒に少しだけ確認はした方がいいかなと思っておりますこの10回って10個ありまして前半が神様と人間との関係神様と自分との関係が前半です。 で後半はある意味では人間同士のことまた社会生活になりますでこの順序が大事なんですね私たちにとってやっぱりこの順序まず神様と自分との関係がどういう関係なのかでそこで終わっちゃっただけじゃなくてそこからまた人間同士の関係 がどうなのかっていうことになっていくわけですね。この両方を持っています。で、この順番が大事ということになりますね。そして、えっ、ー、と、一番最初、三節。あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。先ほど申し上げた、 神というのも、えー、そもそもこの神様ってどんな神様ですかというと前の説の2説になるわけですよねあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出した神私を救ってくださったその神以外にあなたは他に神としてはなりませんよという意味であります唯一の神 また唯一の救いあの新約聖書の使徒行伝に4章にです、ね「美しの門」というところで、えー、っと足の不自由な人がです、ねペ,テロにまあ、ペテロによってというかです、ね、ペテロと会って癒された記事がありますね。その後にこの,この癒しってどうして起こったのか。 この人による以外に救いはない。私たちを救い得るのは、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。という言葉が出てきます。まあ、体がね、動くようになったということも素晴らしいんですけども、それ以上に救い素晴らしいのは、この人が救われたことだ。じゃあ、この救いってどこから来たのか、このイエス・キリストから来た。そしてイエス・キリストの他に、 救い得る名はないだ他にないここもそうなんですねあなたは私の他に何者も神としてはならない私を救ってくださった神はこのエジプトの地奴隷の家から導き出した神私を救ってくださった方は私の罪のために十字架にかかり死んでくださって私の罪を許してくださったイエス・キリスト このイエス・キリスト以外に私には救いはない。という言葉ですね。そして、えっと、二番目は、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。家は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもの、どんな形も作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。まあ、ちょっとここまで読みます。 まあ、いわゆる項目で言うならば、偶像礼拝の禁止ということです。一言で言っちゃうと。でも、そのこともですね、この文章を読んでいますと、自分のために、自分のためになんですね。自分のために刻んだ像を作ってはならない。で、刻んだ像ってさっき言ったように、偶像礼拝、何か形あるもの。英語の聖書ではこの像っていうのにイメージになってるんですね、イメージ。 ですから必ずしも、なんかどっか宗教施設行ってそこになんかこんなものがあって、拝、えー、んじゃう。いやいや、それはね、あの、偶像礼拝だからね、ちょっとやめた方がいいですよ。もちろんそうだと思いますね。でも、そう、そうじゃないから私何も偶像礼拝してないっていうんじゃなくて、イメージですから、別にどっか他の宗教施設じゃなくても、自分で勝手なイメージ、それが、あの世のイメージか、この世のイメージか、地獄のイメージか、 ででもいいんですよね、まあ、とにかく何かの一つの、まあ、自分の想像、イメージを働かせる、それも自分のためです。自分の、まあ、利益、自分のために作る。まあ、私はあの、イタンカルト問題をずっとやってますので、本当に思います。人間っていうのは神を作れる。簡単に作れますね。たやすいもんです、神作るのは。いっぱいありますから。 それも自分のために作るんですね。これは、やはり、イスラエル民族もここから、ある意味では道を外していったように、クリスチャンも、やっぱここから道を外していく面があるわけですね。で、どうしてダメかというと、次の五節、下の段。それにひれ伏してはならない、それに仕えてはならないとありますが、何を言っているかというと、支配されてしまうということを言っているんですね。 ははーってひれ伏すってことでしょそれに、奴隷のように仕えていく。あるいはでこう、縛られてしまう。支配されてしまう。な、な、えな、なんでだってそもそも、えっと、自分が作ったもんでしょうそういうことですよね。非常に矛盾したこと、何かこう、こう、なんですかこう、逆転したこと。 ひっっくり返っちゃう神様じゃないものが神様になっちゃうととんでもないことが起こってくるこれはローマビテの手紙にもありますよね人間以下のものを神とする動物とかね何とかところがその人間以下の自分以下の神に支配されてしまう恐れる恐怖心を持ってしまうこの一つだけでも本当になくなった 神以外のものを怖がり恐れ、また神以外のものに支配されることがない。本当の神様だけを信じ、愛することができるってことは、ある意味では本当に自由なことですよね。神以外の何者にも拘束されない、束縛されない。なぜならば、その神はその後、あなたの神、主である私は、妬む神であるから、とあります。 妬むほど愛してくださる。妬みっていうのは対象があるわけですね。ですよね。漠然とした愛じゃないんですね。もう、対象が決まってる。ターゲットが決まってる。あなたじゃなきゃだめ。ですね。それが妬みです。ですから神様は私を妬むほど、本当に私個人を妬むほど愛してくださる。他じゃだめだってことなんですね。 いいやいや神様他の人に目を止めてないって意味じゃないですよね、他の人も愛してくださってるわけですから、だけどなんか、みんないる中でね、なんか、なんか自分が紛れて、神様、愛ですよって、漠然としたそういう中に、ぽつんと自分がいて、ああ、確かに神様、愛してるんですよねっていうような感じじゃないわけです、私を愛してくださる、妬むほど愛してくださる、神様の愛のターゲットっていうのは、私なんだ。 強烈な愛ですよね、妬むほどの愛ですから、強烈な愛なんですね。まあなんか、ちょっと世俗的な例えになっちゃいますが、あのね、本当にラブラブな、愛し合っている恋人関係に似てますよね、他の人を、ね、愛したり、妬むわけですね、どうしてあなた、あ,あっちの人に目を,目を、ね、注がれるの、なんであっちの人に心をかれるの、私でしょ ていう話ですね。これはまあ男女関係のことですけどね。神さんはそういう方なんだ。本当に素晴らしいですね。立法の中に愛という言葉が入っている。それはあの3番目のですね、イエス様の言葉の中にも愛ですよね。3番目のことはまた後で話しますあそして、私を憎むのは、 父の罪を子に報いて三、四代に及ぼし、私を愛し、私の居ましを守る者には恵みを施して仙台に至るであろう。で、これよくですね、因果応報と間違われる言葉なんです。で、結構ですね、知識人の方で、因果応報を、うん、ね、こう、聖書も言ってるじゃないかっていう、まあ、知識人の方もいるんですね。これはヘブル的な表現でありまして、 三代、四代と千代決定的な違いですよね。神様の愛というのは千代ある意味では永遠にあるということなんです。そして人間の罪というのは三、四代影響を及ぼすという意味なんです。三、四代ってちょうどね、えっと、 おじいちゃん、ばあちゃん、親、子供ですよね。それが、まあ、三世代。まあ、もう一つ、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんも入れていいと思うんですけど。とにかく、生きているならば、生きている、その、ね、影響があるという意味なんです。だいたい三、四代ですね。これは、まあ、肉親関係じゃなくてもそうですよね。いや、私は、あの、親も、おじいさん、おばあさんもいません。でも、その自分の上の世代、次の上の世代の影響を受けてたんじゃないですか。じゃあ、上の世代が罪を犯したならば、 いやいや、私はなんてなりませんよね。心で思ってなくても、そうしたくなくても、その影響に、それも罪のですよ。これ罪のこと言ってますから、罪の影響に、もうがんじがらべになってしまう。縛られてしまうということを言ってるわけです。そういう意味でこれは罪の恐ろしさを言ってるんですね。自分一人じゃないと。あなたが罪を犯すことによって、あなたの子供やあなたの孫も影響しますよということを言ってるわけです。これは因果応報ではない。 現実がそうですよね。でも、神を愛し、神を、神をね、信じて歩んでいくっていうことは、それは永遠の祝福につながっていくんですよ。七節。あなたはあなたの神、主の名をりに唱えてはならない。主は皆をりに唱えのを罰しないでは置かないであろう。まあ、ちょっと厳しい言葉にように感じます。 りに唱えて、神様の悪口をまた神様に唾をかける。ね、いやいや、そんなね、そんななんていうか、もう、はしたないことしませんし、少なくとも私はね、そんな、そんなね、あの下品なことはしません。誰もしないと思うんです。でも、このりに唱えるっていうのは、一と言で言うと、これは神様に対して不謹慎になってしまう。 なんか変ななれ、変なですよ。変ななれなれしさ。なんか神様と人間なんてあんまり変わりはしないよ。ね。隣のおじさん、おばさんみたいな感じだよ。っていう、このなれなれしさになること。あとはもう,もうちょっと違う言い方すならば、神を利用すること。心、あの、えー、口では、ああ、神様、神様ってなんかけ、けん、えー、なことを、軽々なことを言いながら、心では、ちょっと、 神様を侮っているちょっと小馬鹿にしているまた利用しているまあ人間の社会の中ではやっぱり利用利用っていうかですね持ちとつつも持たれつまたお互い利用してるっていう面が正直とあると思うんですねでも利用ばっかり結局自分っていうのはいいこと言われたんだけど結局利用されてしまっただけで って言ったら本当に虚しいですよね。神様と私たちの関係はそういう関係ではない。確かに神様は大きな恵みを与えてくださる。でも私たちは恵みが欲しいから、ご利益が欲しいから神を利用しよう。ああ、これはいいな。アラジンの魔法のランプのようにキュッキュッとですね、あの、えー、っとね、ランプをこすったら、 アラジンの魔法のランプのせいが出てきてご主人様は何かご用でしょうかあこれこれしてくれしたらはいもうランプに入っておれ困ったらキュッキュッキュッじゃあ神様と私たちの関係ってそういう関係なんだろうかだとしたらやっぱりこの「乱だりに唱える」っていうところにちょっとまあちょっと入りかけてるわけですちょっと神様に対する敬験な思いというよりもちょっと不信まあ 不謹慎な、また利用する、神様だったね。て。8番目、8節、安息日を覚えてこれを生徒せよ、6日の間働いてあなたのすべての技をせよ、7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をしてはならない、あなた,のあなたもあなたの息子、娘、下辺、端ため家畜、またあなたの門にいる他国の人もそうである。 安息日を覚えて生徒するっていうのは、これは人間が作られた、あの天地創造ね。一番最初からですよね。七日目で神様が創造あ、六日目で創造されて、六日で創造されて、七日目は休まれた。そして、その、そこは安息日、安息日とされた。神様がね、天地創造されて、いや疲れちゃったな、腰が痛いな、じゃあや休もうかっていうわけではないわけですよね。想像した。 神の形に似せて作られた人と人格的な交わりをする、触れ合いをする。人間側から言うならば神様を礼拝する。人格的な交わり。で、神様の方が、神様の方が片手間ではない。真剣だ。だって他のことをしないで。だから私たちの方も他のことをしないで、神様と本当に相対して、 神様を真正面としてそして神様にお出会いする礼拝するというのはこの安息日なのでありますですから単にねなんかキリスト教徒のねあの集会守んなきゃいけないとなんかそんなイメージでは全然ないわけですねあんたクリスチャンでしょ日曜日の集会ね守んなきゃそれはだめよだってクリスチャンなんでしょっていうのと 違うわけですね神様と本当に親しくお交わりをするそういう中で他の6日間が生かされていくんですねで6日間も一生懸命働いてそして7日目にということですねそして12節「あなたの父と母を敬えこれはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためである」当然 自分を産んでくれた父、母、自分を産んでくれた、育ててくれたあの親に対するそういう高校の気持ちはあると思いますね。あると思います。それはまあ普遍的な、どういう方でもそうでしょう。でも親子関係と言いながらいろいろありますよね。いろいろあるわけであります。でそういう中で、まあ、この父と母をやまえっていうのは、この えー、実会の中ではやっぱり信仰がちょっとベースになっているつまり父と母がこの実会を神様の立法を子どもに伝えていくということが前提の言葉なんですですからどっちかというとその父母の方に責任がある言葉ですよねだって父母が伝えているということは子どもがその父母の「 こうね、教えを拒否するってことは「いやうるさいなお父さんお母さんも古臭いよそんなこと言ってもう時代遅れ」っていう意味で「ノー」って言ってるんじゃなくて神様のお言葉に対して「ノー」って言ってる意味になるわけですですからもしそうだとするならば祝福がないわけですね「主が賜る地であなたが長く生きるためである」もちろん父母から人生のいろんな知恵も教えてもらうでしょう でもそれだけじゃなくてこの世にあって神様の祝福を受けて長く生きられる、まあ、まあ,ある意味は長生きするというのはそれは神様の立法神の言葉をやっぱり聞いてそしてそのように生きてそして神様に守られ神様の祝福の中に生きてるっていうのがこの十二節なのであります。 13、14、15、16、17というのは殺してはならない、解任してはならない、盗んではならない、隣人について偽証してはならない、隣人の家をむさぼってはならない、現代の刑法、またどこの国に行こうと、これはだめですよ、これは罪ですよということがこうな並んでますよね、これを否定する人は誰もいないですよね。そういうい中で 最後、10、え、回、ー、に生きるというこのところに入っていきます。実は、一番後半にですね、人間同士のこの立法の中で、一番最後に、この、むってはならないという言葉がありますよね。要は、人のものを欲しがってはいけないということです羨ましいな隣人の妻、隣の奥さん、優しそうだし、 隣のしもべ、現代で言えば従業員。うちの従業員はちょっと怠け者なんだけど、隣の会社の従業員はとかしね、はしため、まあメイドさんとかね、あと牛、ロバ。現代で言うと車とかパソコンとかね、なんかそんなことですよね。要するにいろんな社会的に使うようなこと。なんかそういうものを貪ってはならない。まあ実際取るのが、えっと、盗みですからね、15節は実際取るわけでしょ。 だけど17節はそこまで言ってないわけです。欲しいなって言ってちょっとよだれ出して指くわえて欲しいな欲しいなって言ってるいやそんな浅ましい、ね、なんか根性というか何それっていう話だと思うんですよところがこのむさぼりを私何回も指摘してるんですけどもパウロ先生が守,守れないって告白してるんですねところ見ましょうガラテアあのローマビートのような手紙の。 非常に大事なポイントだと思います、えー、ドローマ人の手紙、7章、241ページ。241ページの7章の7節パウロ先生ですよ、そこら辺にいるちょっと怪しげた人とか、いや、ちょっとクリスチャンって言うんだけど、 うん、なんかちょっと大丈夫この人。いや、ちょっとっていう人じゃないんですよ。この聖書を書いた。それも、立法を極めようとした。立法の点では落ち度のないものであると、ピリピリとのために言い切っている。そのパウロが、七章七節で、私は立法を守られない。じゃあ何の立法って言うと、むさぼりなんです。七節。それでは私は何と言うか、立法は罪なのか、断じてそうではない。そうですよね。 立法そのものは罪じゃないですよね。しかし、立法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。あ、そうですかだったら何を知ったんですかすなわち、もし立法が、むさぼるなと言わなかったら私はむさぼりなるものを知らなかったであろう。え、そうなの聖書を知らなくたってむさぼりって知ってるよね。まあでも、まあ、とにかく立法の一番最後にむさぼりってあるでしょあ、知りました、わかりました。でしょじゃあそれで、 やめるかっていうと、やめない。いや、むしろ、むくむくと、むさぼりが起こってきて、それが止められないっていうことをこの後言ってるんです。つまり、むさぼりに限,り限らず、やめなさい。これは罪ですよ、やめなさいってはっきり言われたら、そうだよね。自分も納得してるわけですよね。罪で悪いことだって。分かっていながら、 抑えられないどころか、むくむくとその思いがある意味では出てくるとパオロ先生は言ってるわけです。でこれはイエス様があの立法を言ったときにもそうですよね、えー。殺してません。私は裁判にかかってませんから殺してません。いやいや、あなたの心は人を殺してませんか勧誘してません。 いやいや、変なことしてません不倫しててまませせんん不倫いいやいやあなたの心がという形でイエス様はその心にこうね、してきた。で、そのことがその当時のユダヤ人にとってはムカッとしたわけですよね。ある意味腹を立てた。そしてイエス様を十字架につけていく一つの要因になっていくわけです。実は自分のそういうところ、疲れた、あなたは立法を守ってませんね。な何言ってんだって、むしろそのことを指摘したイエス・キリストを殺していく。 っていう話になるわけですね。ここに、やはり罪の悪質さ。そして、立法が突きつけられたときに私たちは、やっぱりある意味では非常にこう醜い自分の罪の悪質さを知るというのが新約聖書なんです。じゃあどうするのか、もうこれで終わりますが、イエス様がおっしゃった今日の中心聖句ですよね。じゃあ立法っていうのは、私たちにそういう鋭く罪を示し、お前はダメだよ、ね。 本当に汚い心で、罪ばっかりで、そして、えーね、神様の悲しませることばっかりやってるじゃないか、確かにそうだと思いますね、確かにそうなんだけども、イエス様がおっしゃったのは、今日の中心聖句である言葉ですよね。立法とは何か、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛すること。立法に生きるというのは 主ななるあなたの神ですねこの言葉っていうのは立法の,あの自己紹介の箇所にも出てきますよね。私の神様私を救ってくださった神様を愛するっていうことが立法の一番大事なところなんです。そして自分を愛するようにあなたの虎人を愛せよ自分を愛する。 決して自己中心にね、自分さえ良ければいいというんじゃなくて神様に愛されている愛を持ってあ私は神様に愛されてるんだなそしてその後、あなたの隣人を愛する隣人ですよね隣にいる人ですよね皆さんの隣に座っている人家,家族であればね、えっと、今日帰って、ね、お昼ご飯食べた時に「 隣に座っっててるる人のことを言っているわけですそれは親であったり子供であったり兄弟であったりねまた親しいお友達だったりしますねそのレベルのことをイエス様はおっしゃっているんですねそして私たちはイエス・キリストによって神様によってこの立法を生きるものとさせていただいているということでございますお祈りをいたします 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。自分を愛するようにあなたの虎人を愛せよ。旧約時代、この立法が制定されたこの経緯から、また、この実会のこの十個のこの戒めから、そして新約時代、私たちはこの立法を守れないものであります。パウロもそのことを本当に赤裸々に告白しておりますが、 そのようなものを神は愛してくださりイエス・キリストの十字架の師匠によって罪を許し清めてくださりそして神を信じまた立法に生きるようにしてくださるいや少なくとも私たちの心は心から神を愛しこの立法のスピリットに生きたいという思いをあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。 こと時には罪を犯すようなこともしている現実もあるかもしれませんがでもこの心をキリストによって聖霊によって私たちに与えてくださっていることは本当に感謝でございますどうぞこの律法に、えー、実会に生きる生き方ができるように私たちを導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン役員任命式をいたします